あいつのチームは、なんでうまむらしに組んでやると思う。そしていいか、一生懸命戦った試合の後に、一生懸命アピールしたやつに応えてやる。高谷、おい、あのよ、普段よ、はぐらかしてよ、ふざけんとこしか言わねえあいつがよ、一生懸命な目をして俺に言ったんだ。おい、ジュニアタッグは俺と取らねえかってな、あいつが言ったんだ。ヘビー級でやって俺に対してだぞ。おい、高谷の一生懸命に、答えられなくて何が一生懸命だ。おい、いいか、おまけ謎がいなんか必要ねえ。高谷はよ、俺のパンダはオーダーオーダーなんか言ったかもしれないけど、大谷慎二郎だ。あいつの口から数週間前に直々に俺に会ったんだ。俺とジュニアタッグまたチャンピオンにならねえかってな。迷いがなかったって遅になるよ。だからあの高谷が一生懸命目を知ったんだ。あいつが言ってきた数週間前からとっくに準備は進めてるからね。月止めたら小原健二はチャンピオンが誰だか知らねえや。だから俺と高岩がジュニアのタッグとベルトに挑戦しやる。出てきたね、大谷慎二のカス野郎が。おい、うすうす気づいてたけどよ、IWGP が、GHC が、いろいろ抜かしやがったけど、おい、イニシャルが、おう、でも大谷しかおれへんってカス野郎が、おい、片落ちでも集めやがってくるな、カス野郎は。おい、ゼロワンジュニアのね、現行モデルは俺たちなんて、カス野郎は。そんな片落ちに負けるわけないやろね、アミーは。ていうかよ、おい、大谷ヘビー級だろ、おい。これはよ、おい、ジュニアのベルト。100キロ以下のベルトだろうが、おい。おい、ウェイトオーバーしたらな、おい、おめえに挑戦資格なんかねえんだよ、この野郎。おい、なんつってたんだよ、大谷は。もう数週間前から高岩さんから連絡をもらってウェイト落とした。準備できてた。ああ、まず酒からやめろ、カス野郎。おい、とりあえず12日新潟できっちり防衛して、おい、俺らのカード23日開けといてやるよ。おい、その代わりな、大谷、お前ウエイトが落ちてなかったら俺ら試合やんねえからな、この野郎。おい、落としてくんなら受けてやるよ。おい、でもな、その代わり、おい、そこで大谷高井はおめえらには消えてもらう。おい、ゼロワンのイメージがよ、おい、いつまでも大谷、てめえじゃ先がねえんだよ、この野郎。おい、俺らがてめえらぶっ潰して、新しいゼロワン、新しいゼロワンジュニア作っていくからな、おい。分かってるか、ガス野郎ども、おら。